お疲れのようだな、補給将校。ここは長いのか。そうだな。だがいずれ帝国の旗がまずノビグラド、次にトレトゴールで掲げられ、皆が家に帰れる。皇帝の進化とカードゲームをするのも久しぶりだ。グエントでもやらないか。補給将校殿。名誉と栄光あらんことを何の用かな。皇帝の進化とカードゲームを。
呼吸将校殿。名誉と栄光あらんことを何の用かな。最近行方不明になっている部隊はいないか。ああ、一つある。刑事を見たのか。いや、彼らの死体を見つけた。彼らはメスのワイバーンに殺された。狩り場に迷い込んだらしい。ワイバーン、忌々しい。別のものを見つけた。お前は部下を偵察に送ったのではないな。あれは暗殺部隊だ。レダニア人の囚人を連れて行き、あそこで処刑していた。戦争とはそういうものだ。負けた者が死ぬ。彼らは忘れられてはいない。誰かがいずれ聞きに来るだろう。ニルフガードでは捕まった兵士は死んだも同然だ。あの囚人たちはレダニア人だ。すぐに帝国の領土となる。サオビンを迎える前に大いなる太陽の旗がレダニアの首都に掲げられるだろう。報酬を払え、ニルフガード人。お前と話し合う気は毛頭ない。同感だ。この金を受け取れ。これを持って立ち去るがいい。北方の女は3日に一度しか入浴しないというのは本当か？なんだい？何があるか見せてくれ。またな。買うのかい、火起こしか。どんな品物があるんだ。
じゃあな。いらっしゃい。売り物を見せてくれないか。またな。私は自分の息子の話をしているのよ。しかし危険な場所です。お子様を見つける前にあちらに死んでしまいます。どうしよう。今ここは大事だ。エスタスもしでも変な動きをしたら後悔する。ああ。ほら、行け。
した。